こちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢上しよう、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。減ったようですが、まだ全然多い。ターゲットはあんこが好きなのですかね。いや、割と何でもいける。だとすると違うワードにした方が良さそうですね。いいですね、かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなく、お店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子なら、さすがに食べたことはないはずだからな。さすが矢上氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、神室町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ。京都で有名な老舗の竹光が神室町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも矢上氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった、センキュー。ま、健闘を祈りますよ。かかってこい。いい加減にしろよ。うわ、しばらく寝とけっての。この店、京都の本店がネットランキングで評判なの。なんか有名な和菓子屋がオープンしたみたいだね。列がないところを見ると、もう完売したのかな。一人一個限定か。もっとたくさん欲しかったけど、ま、買えただけマシかな。この店、京都の本店がネットランキングで評判なの。神室町にオープンしてくれてラッキー。困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。ですから、ちゃんと役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか。みかじめ、さあ何のことか分かんねえな。
ただルールを守れって言ってんの。あー、ちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。あの限定の和菓子ってまだあります？え、あ、いや、あのてめえ舐めてんのか、今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ、こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか仇には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。てめえ、今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。あの、ありがとうございました。あ、いやいや大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、ありますありますよ。え、一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑おかけしたお詫びに差し上げますよ。本当に？それじゃ遠慮なく。それじゃ私はこれで。本当にありがとうございました。
源田先生、もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。八神。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？そこ、座れ。座れよ。話があるんだ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。よせっつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野くんまで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りゃしなかった。この上お前や星野くんまでやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他の奴に食い物にされたくなきゃ強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？ん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君を気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすりゃキャバ嬢に見えるって。年だってごまける。嫌です。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。これはちょっと無理なんじゃねえか。まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。
いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります、カムロ町のナンバーワン。そう来なくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ、少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん、でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくっちゃ。まあよかったじゃないか。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ。うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。八神さん、お願いします。分かった、よし行くか。まずはドレスからだ。早く寝とけっての。いらっしゃいませ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。もちろんございます。それではドレスをお選びください。
どう、沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼なじみだったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り、中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か。案外親父趣味だったんだな。八神さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから八神さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。いや、今は真冬より沙織さんの方が好きなんでね。は？何言ってるんですか急に。八神さん、たまにそういうとこありますよね。よくないと思います。冗談だっての。まったく、もう着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。え？勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、八神さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。わかった、ありがとな。
いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。
ヒュヒュー、見ろよ、すげえいい女。わ、すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。お姉さん、どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。どうぞ、お待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう？そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。いや、これは…こちら、白崎沙織さん。採用、採用ですってすごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。白崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて、喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、山見さん。はしきとしょうまがこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちはカムロ町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ、女の子は君だけじゃない。同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。スミレです。ミカです。沙織と申します。
おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。さあ、座って座って。失礼いたします。と、まあそんなわけで、会社の窮地を救うため、まだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今でいうところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。ったく。お楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで、君はどう？そういう経験ある？そのネクタイ素敵ですね。ああ、これ先日出張でイタリアに行った際に見つけて、ついつい買ってしまったんだよ。すごいおしゃれですね。日本人で似合う人なかなかいませんよ。だよね、私もマジ好きかも。いやー、さすがにお目が高い。私もそのブランドチェックしてみようかな。そんなに安くはないよ。なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ、気にしないでください。私そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まあ、あの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。あ、それがね、そのお客さん、うちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。創薬センターの橋木さん。そうそう、なんだ知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日、私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても橋木さんのことを思い出しちゃって。あの美香さん、そのことなんですけど。
ミカさんと沙織さん、新規お願いします。あ、はい。ごめんね、変な話しちゃって。沙織さん、大丈夫？あ、すみません、すぐ行きます。何か飲まれますか？え、あ、そうだね、どうするか。景気よくボトルとかいっちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？私も飲みたいな。え？私も私も。ねえ、いいでしょ？よし、ここはボトルを入れときますか。やったー、超素敵。ボトル入ります。こんなすごい売り上げ出したの、私初めて。そんな、ミカさんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるからお礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの、そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー、あとちょっとだからそれまで頑張ろう。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあいろいろ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。もしもし、星野君か。沙織さんの件おかげでうまくいったよ。クイーンルージュに入り込めた。やっぱり僕は絶対に大丈夫だと思ってましたよ。八神さんもお疲れ様でした。今夜はこれからどうするんです？沙織さんから連絡を待つ。それまでは待ちだな。どっかで時間潰すよ。わかりました、気をつけてくださいね。ああ。もしもし。ん？
ねえ、なあ、おう、なあ、ああ、坊。ああ。
ねえ。え？ターボ。ねえ。おう。八神さん。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。
なあ。お助け。やめときなって。
何？頼むぜ。うん。早く寝とけっての。見つけたぞ。優等生やれ。またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊ば。ねえ笠井、お腹減ったよ。景品同盟してんの榊ばっかりと。今日はこいつがお前の相手だ。してんのこいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんなやつの口車に。ご飯。なんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊ばボコボコにしてやれ。あれ、
おい、何ボケッとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。は？ご飯の時間みたいだよ。え？お友達は帰っちゃったみたいだぞ。おととい来やがれ。だからそりゃこっちのセリフだって。加減にしろよ。お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ汚いところですけど。それで何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？たく許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう。明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。
あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。沙織さん、お待ちしてました。こちらは美香さんです。八神です。少しいいかな。どうも。半年前に美香さんがついた客、この男で間違いない？うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。美香さんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、正野さんでしょ？そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。橋木さんが上司の悪口言って、それを正野さんが愛想笑いで聞いてて。例えば、どんな悪口？全部、木戸さんって人の悪口。知ってる？アドデックナインって認知症の新薬。え、ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん。木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか。詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの、とにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん、店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン、本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの？うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。そっか。事件のあった夜、正野の方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり正野は橋木の話には興味なさそうだった。うん、
そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデック9にはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデック9ってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が翔野と本当に話したかったのはそこだな。それで翔野は何て？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだよ。え？梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。橋木か翔野の口から梶平って名前は出なかった。梶平？関西で大手のゼネコン、橋木はその梶平のスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって？でも橋木さんって副所長とかセンターの偉い人でしょ？ああ、なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。でも梶平って名前は聞き覚えないな。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ。事務所まで送るよ。星野くんたちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。しばらく寝とけっての。
お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。それがお前と沙織君で出した結論か。ええ、橋木はアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか。僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すために橋木は殺された。いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドテック9の論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰が橋木を殺したかです。直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ。俺なんかには想像もつかないよ。がそういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。ふん、叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか。その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に。頂戴した泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃん。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば、俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。今夜はいろいろお疲れ様でした。八神さんはゆっくり休んでください。